流祭肝人正積が、教科百物語より、撮影菓子、撮返し、または撮影、菓子は、江戸時代の古書、教科百物語にある例。外観は、一般的な幽霊画のように足のない例の姿で、描かれている。お経や神様、仏の絵が描かれた五符が、家の戸に貼ってあると悪霊が家に入ることができない。その五符を剥がそうにも、 自分の手で触れることはできず、生きている人間なら、それらの効力はないので、人間を脅したり、賄賂を渡したり、何らかの約束をすることで剥がしてもらおうとする例のことを言う。こうした欲心から殺害師に協力した者には、必ず報いが訪れるという。教科百物語では、剥がさんと六時の札を、幽霊も何枚だと数えてぞ見る。ただ一の紙の五札はさすがにも、 乗り気なくとも剥がしかぬけりなど、五夫と幽霊の関連などの短歌の記述を見ることができる。小泉役物著書、化け物の歌にも殺害師の名が見られ、これは江戸を舞台とした階段、ボタン道路の一場面のこととされる。同作の亡霊、おろは毎晩のように愛する男のもとに通い詰めるが、男はこの世のものではないろを恐れて、家中の戸に五夫を貼るので、ろは 林家の者のに五符を剥がさせようとするのだという、ありがとうございます。